麗しいですか。まあまあ良かったですね。今日もなんか廊下にずっといて、あの本番前まであんまりこう絡んでこないんですよ。なるほど。何なんですかねこの感じ。すごい入ってくるなオーラとか出してますよね。出せるか。ここは俺のみたいな。そうなの？いやでも椅子のとこにはコロナと。いやそんなのないんですけどね、なんかこう寄ってこない感じがね。ああ、嫌われてんじゃない。そうなんですね。ねえって思う。さあ安室が今年の運勢にびっくりっていうことですけども。はい。どういうことでしょう。どうした。あのフジテレビさんがやってる、干支と、星座と、血液型の3つを合わせた、なんか最強運ランキングみたいな。日本のいわゆるその芸能人全部が勝手に入れられてるってこと。あ、そうですね、勝手にランキングされてたら。でほんなら俺らもノミネートじゃないけども、そこに入ってるわけよね。当然入ってますよ。されてた。マジで。